九州新幹線という時に僕は頭に浮かんだのがやっぱ温泉なんですね武雄温泉ねそれからちょっと動いたら嬉しの温泉大佐賀県のね本当に素晴らしい温泉ですよねそれから長崎の方にねこを進めましたら今度は長崎の方でもですね雲仙の方に雲仙温泉があってそれから小浜温泉もあるんですよ。そういういところをですね泊,泊して、ね、温泉巡りの旅石新幹線とか いいでしょそれかサッカーなんかもいいですよ。九州ってサッカーチームがプロチームがいっぱいありますからね。佐賀県のサガン鳥栖。 長崎のビハーレン長崎とかですねそういうところと連動してですね応援に他県から来る方を1泊泊めてもらってサッカーを見て楽しんで他の観光地もついでに回っておいしいものを食べて、ね、旅行しましょうそれには西九州新幹線九州新幹線を利用できますよっていう提案もできていくといだから問題は提案次第でですねその価値を高めていけるこれが一番課題じゃないかと思います。